はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はですね、こちらにあるこの器にアレンジをしていきたいと思います。今日ね、使う花材は一番大きいところから言うと、これはキングプロテアですね。それから梅もどき、枝物です。これがストレッチア、黄色ですね。これがエレンジウムのスーパーノバというタイプです。これがコニカルブラック。そしてこれがエメラルドグレーですね。こちらの花材でアレンジメントをしていきたいと思います。では、ね、早速いってみましょう。どうぞ。どうぞどうぞどうぞ。どうぞ。はい、では始めていきます。まず最初にこの梅もどきを刺していきます。梅もどきはこの下の枝のところをね、このように斜めにカットして枝が回らないようにします。そしてこの後少し枝を整えますね。はい、次にこのキングプロテアをね、入れていきます。キングプロテアもう完全に沈めましょう。と言っても適度に沈めるような感じですね。次にストレッチャーをね、入れていきます。次にエメラルドウェーブを入れましょう。これエメラルドウェーブは刺すところをね、このように作って刺します。次にこのコニカルブラックを入れていきます。そして最後にこのエレンジウムのスーパーオンノバをね、入れていきます。これもすべて枝を分けて入れていきます。はい、こちらで終了です。正面から見てみましょう。
こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こう大きいです今回ちょっと大きいです、このようなねアレンジメント、特にこう大ぶりの素材が今回3つ入ってます。この梅もどきとキングパタティアとストレッチャーですね、どれもこうアレンジメントの主役になりうる素材、素材なんですけれども、こういう素材が、ね、3つ入るときはなんでしょうね、こうあんまりこちゃこちゃと小さくしないでバンバンバンみたいな感じでバランスを取るとアレンジしやすいですね。それぞれの個性を生かしてあげるということです。ですからね、こうそのもの自体はあんまり近づけない方がいいでしょうね。で配置をうまく決めていくということですね。ではね、こういう大ぶりなアレンジメントの時のバランスの取り方というのをよく覚えておいてください。ではまた次回お会いしましょう。See you next time!